ちは。今日はところうん音頭の振り付けの解説とお稽古の仕方を皆様にお知らせしようと思っております。私は振り付けをいたしました角谷美代子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。このところうん音頭は、ところのみならず所沢の老若男女問わず皆様に踊っていただけるように、非常に簡単な、振り付けにしておりますので、この動画をご覧いただいて皆さんに一生懸命お稽古していただいて、たくさんの皆さんに踊っていただきたいと思っております。ぜひこの動画で皆様と一緒にお稽古したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では、ところうん音頭の曲の説明をいたします。ところうん音頭は、1番から5番まで歌はございます。でもその前に前奏というものがあります。そして1番から3番まで続けて歌っています。間に間奏が入ります。そして4番、5番と歌っていまして、最後に後奏があります。このように成り立っています。ところうん音頭です。これから、振り付けの説明をいたしますが、振り付けの説明は6つのグループに分けています。まず、前奏部分があります。それから、歌の部分は1番から5番まで同じ振り付けになっていますので、1番部分を3つのグループに分けます。3つのグループに分けて説明をいたします。その後、間奏部分、そして最後に後奏部分、このように6つのグループに分けて、これから、説明をしてまいります。皆様で、一緒に楽しくお稽古をいたしましょう。では、前奏部分の説明に参ります。最初は足を揃えています。曲が始まりましたらすぐに一歩右足、一歩前に出て、ももを打って、シャン、シャン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 と手拍子になります。もう一度いきますね。右足一歩前に出ながらももを打ちます。で、手拍子、シャン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 。これが2回繰り返しです。打って、シャン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 。打って、シャン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 。顔は
最初に右手の方が高く上がってますので、右の方を見てください。右の方を見ます。ですか？で、手の回し方は前から後ろ。こういうことになります。で、順序は、大きくぐるん。もう一回。1、2、3、4。反対、大きくぐるん。1、2、3、4。こうなります。次のグループの説明をいたします。手を前に出す振りになっていますが、まず右足一歩出ます。で、右手を前、肩の高さまで出します。次、左足を出します。で、左足も前、そして左から手は左から振りますし、足も左足から始まります。前進です。動いていく前に進んでいきます。いいですか？これが1、2、3、4、5、6。7で下ろして8で輪を作ります。もう一度いきますね。右足右手、左足左手、飛行機雲が広がっていくように6つで下ろして輪。3つ目のグループの説明をいたします。輪を作りましたから、その手を下ろします。そしてところも敬礼になります。右足一歩出て揃えて、右手敬礼で、右の方ちょっと見てください。首をかしげて、そこは乾いた。右足出て敬礼、今度は下ろして左足出て左手で敬礼。これも首をちょっとかしげてください。いいですか？右足出て右手で敬礼、左足出て左手で敬礼。そうしましたら、前奏でやりました、もも打ってシャンシャシャンマシャン、これ1回入ります。そうしてまた右足一歩出て輪を作ります。手は空の、手のひら空の方に向けてください。一歩出て輪を作ります。そして膝を曲げて、右からまず右を見て、それから左を見る。これが歌終わりですね。ここもう一回行ってみます。右足右手で敬礼、左足出て左手で敬礼。打ってシャンシャシャンシャン、右足出て輪を作って、膝を曲げて可愛く右左。
3つのグループ、これは歌の部分の説明でした。これは歌が1番から3番まで続きます。先ほどのは1番部分ですから同じことを繰り返します。2番、3番まで同じことを繰り返してください。そしてこれから説明します感想部分があります。で、また4番、5番とありますので、先ほどの3つに分けたグループの説明した踊りを踊ってください。で、構想があります。では、間奏部分の説明をいたします。これは前奏部分と同じではありますが、まず右足が出て、出ると同時にももを打ちます。打って、シャン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 、もう一回、打って、シャン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 、と、こうなります。最後、構想の部分の説明をいたします。4番、5番を同じ繰り返しで踊っていただきました。構想部分、前奏と間奏の部分とほぼ同じなんですが、ちょっとだけ最後違いますから、よく見ててください。まず、ももを打ってシャン、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 もう一回、ももを打ってシャン、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 ここまで同じです。で、最後は右足まず出て揃えて、右手を輪の半分作ります。手は空の方向けてください。手のひらは空の方向けてください。左足出て、今度は左手も空の方向けて輪を作りましょう。で、足踏みをしながら輪の中心を向きます。1、2、3、4で輪の内側を向くようにしてください。1、2、3、4と、私は前を向きますが、1、2、3、4、輪の内側を向きました。最後、右、左と、これで終わりになります。ここもう一度やってみましょう。ももを打ってシャン、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 ももを打ってシャン、右足右手、左足左手、輪の内側へ、こうなります。Oh no!
若ひまわり、ちょっとメタボラ二頭身、あらはた富士にこってさしがはら、笑顔あふれるところざま、ところみんなのとこ力、ところんおんどて、なになにおどろ、もちろん空飛んできたけど、とことこ歩いてご挨拶、滝の調子に三度見神殿、心つなげる所沢、皆さんで楽しく踊りましょう。皆さん。